はいじゃあ始まりました「ハイチのダラダラジオ」第72回でございます。で今回のテーマはですね「親の思いこの思い」とねこのテーマでいきます。でサブテーマが「つなげておきたい思いがある」そして言葉にする大切さといった感じです。 で今回、このテーマを取り上げた理由はですね、えっ、ー、と、保護者の方からいただいた相談が、ちょっといろいろありまして、いろんなタイプが。で、それにダイレクトにお答えする形ではないんですが、その、まあ、相談も踏まえた上で、ちょっと自分が思ってること、そして、まあ、塾講師時代によくやっていたこと、それをですね、親御さんにも、そして、えっ、ー、と、子供たちと言ったらあれだけどね、あの、学生のみんなにもぜひ聞いてほしいので、まあ、それを今回喋らせていただきます。では行きましょう。 でね、あの親の思いこの思いっていう風に書きましたけどまず俺が塾講師の時にやってたねあることについてちょっとお話ししますあのまあ親御さんでもね学生のみんなでもいいんですけど塾に行ってる方はおそらくまあ学校って三者面談があるじゃないですかあの子供と親御さんと先生とってで分塾でもあると思うんですね、まあ、だから学校でも塾でもどっちでもいいんですけど三者面談って経験されたことあると思うんですよでこれね 特に、えっ、ー、と、学生のみんな、中学生って言うと、小学生はないか、中学生、高校生のみんな、どう三者面談。<laughs> あのね、大体の子がね、嫌いなんだよね、三者面談って。なぜかっていうと、大体いいこと言われないから。<laughs> まあ、もちろんね、こう、なんか、角の立たないような話をする先生もいらっしゃるんで、なんか、ああ、言ったけど、なんもなくて終わったよー、みたいな子もね、もしかしたらいるかもしれないんですけど。で、親御さんに話を聞いてもですね、まあ結構こう、 うん、あんまりこう、なんだ、楽しい時間ではないですね、やっぱり。で、実は、そのうち俺がね、やってた、えっと、勤めてた塾も、三者面談があったんです。やれって言われてたんですけど、俺ね、三者面談やったことないんですよ。あの、どうして持っていて、希望された親御さんで何件かやったことあるんですけど、今まで、多分100人以上ね、こうまあ、個別指導だったんでね、あの、集団塾の先生よりは、こう、一緒に接してる生徒は多くないんですけど、もう100人以上の生徒接してきて、 そうです、ね、本当に23件あとは全部で3社目でやったことがないんですでもそれは意図的にそうしていてじゃあ何やってたかっていうとね俺2社目しかやらなかったんですよで2社目ももちろん2回やって、えー、と保護者の方との2社目そして、えー、と子ども、まあ、生徒のね2社目っていうのをやるっていうだから2倍時間かかるっていうちょっと大変さはあったんですけどそれをこだわってやってましたでやっていってで、まあ、最初はね、まあ、ペ a ペイの時からそんなことやってたから上司に怒られるわけですよ <laughs> おいみたいなまあハイチって名前じゃないんでハイチって呼ばれないけど「ハイチ」みたいな3 <laughs> 社面でやれって言ってんだろうみたいなね <laughs> なってたんだけど「あ,あすいません」って言いながら2社目をやるっていうこのクソ生意気な先生だったんですけどでもそれで成果が出たからそうあの塾としてもそれを真似する先生も出てきてたしもう問題ない最後の方には何も言われなくなりましたけどでねその2射目を何でしてたかっていうのが実はその親の思いこの思いに繋がるんです今回。 で、どういうことかっていうとね、じゃあなんでまず二者面談をするかっていうとこなんですよ。で、これは三者面談にもメリット、デメリットがあるんですけど、俺デメリットの方をすごい気にしていて、何かっていうと、本心で話してくれないっていう。なかなか、親御さんも、そして子供の方も。で、もちろん、本心で話してくれる面もあるんだけど、どっちかっていうと、ダメ出しが多くなる。三者面談でやっていると。どうしてもね。例えば、こう、 うちの子家でほんと携帯ばっかりいじっててみたいな話になってしまったりとか子供からも「だってママがさ」みたいな <laughs> 話になったりとかねそういった感じになってしまうケースが多いというのを他の人の面談をきもちろんこれねその先生の実力にもよると思うんだよ先生,の先生がねどう話を持っていくかっていうところにもあると思うんだけどあのそういう風なね面談をしてる先生が多かったんでだから俺は二社面でやってたのね そうするとねどういうことが起きるかっていうとやっぱり保護者の方っていうのは子供がいる前で話すことと子供がいないところで話すことってやっぱり違う。でそれは子供の方も同じことが言えて親御さんだからつまり親だよね自分の親の前で話すことと。 えっと、父親がいないところで2人でねこうじっくり硬い,い感じじゃないんだよお互いに座り合ってとかじゃなくて横に座ってもうなんか肘立ててグダーってしながらでさあみたいな感じで話すんだけど普通にそうそうでもそこで話してくれる内容っていうのが全然違うで俺はそこで話してくれることが本心だと思っていてね親御さんにしても子供にしてもで例えば親御さんの変化どういうふうに変わるかっていうと例えばほんとさっき言ったみたいに全くうちの子はーって もう本当テストでとか家でみたいな感じになって子供がシュンってなっちゃうみたいなシュンってなるから言い返すかのどっちかなんだけどってなっちゃってたのがもちろんその話も出てくる先生聞いてくださいよみたいなでも話してくうちにでもねあの子に実はこういうことになってほしくってってそうでもこういうところなんか例えば自分も言い過ぎて悪いなってことも多くってとかそう怒るつもりじゃないんだけどどうしても感情的になってしまうってそうどうしたらいいんですかねってやっぱ私が悪いのかなとか すっごいいい子供の前だとめっちゃ怒りそうなお子さん怒ってたお母さんとかもそんな話をしてくれたりするで最終的にやっぱどこに行き着くか何を感じるかっていうともうね単純に子供のことを愛してんだよね親御さんっていうのはででもこの話をするとね例えば自分の親は違うってうちの親はもうひどくてみたいな確かにいらっしゃる親御さんの中でももうこれはすごい失礼な言い方ですけどえっって思う親御さんっていうのはいらっしゃった今まで うん、なんでそういう考え方をするんだろうっていうねいるけどでもやっぱり多くの場合は根底にはそこがあるそうでもその表現の仕方がうまくないっていう親子になるとねでもこれは子供にも言えてて、まあ、生徒の方にも話をすると「うっせえババア」とか <laughs> 言ってためっちゃヤンキーの子とかも、まあ、これさっきも言ったようにねこう肘立てたりとかふっついダラダラしながら話すわけだよ もうあの姿勢の良さとかもうみじんもない見せらんないみんなには本当に見せらんない姿で話しするんだけどでもそこで最後にはいやでも母ちゃんにあんなこと言ってっけどさみたいな感じをしてくるの突然でもいつか自分がか早くかなんか例えばなんだろうなその将来のこと,と話をしてて早く金稼いでさちょっとは親孝行したいとは思ってんだよねとか言うんだよヤンキーの子とか普通にで例えばその 女の子とかで反抗期ね、まあ、やっぱ反抗期真っ盛りの女の子とかでもうるさいよママとか普通に言ってた子とかもそんなこと思ってない実際は確かにその親御さんがねちょっとこう口うるさく言ってしまってカチンと来てで言ってしまうみたいな感情的になってしまうってある絶対自分もあったしそんな時期が多分ほとんどの親御さんがそれを通ってきてると思うしそうでもうこう話をしていくと やっぱりね子供が子供,だと、まあ、子供は子供で親のことやっぱり好きなんだよね。うんで愛されたいって思ってるしやっぱりこの手に愛してるっていうのがあるっていうのがすごい感じで,で子供の方はもうね99.9%はもその思いがあるすごいそれを感じててでもそれが2人が揃った時にはやっぱりそれを通たいあえないというかやっぱ言えないですよね中学生小学生中学生高校生の子供に愛してるよってなかなか言えないですよし親としてもで子供の方も言えないじゃんか。 親にもう大好きだよみたいなとか言えないでしょそうでも根底にそれがあることをすごく伝えたくってだから自分はその二者面談とかした時にそういう話になって最後にちゃんと確認する親御さんとかに「今日話した内容をなんとか君になんとかちゃんに話していいですか?」ってもちろん「全部話さないですよお母さんこの話はまずいですよ」ってあるけどでもそういうふうに思ってるって絶対喜びますから話していいですか?」って言って「ああ大丈夫ですよ」って言ってでそれを話す。 でぱその時はすごい勝負でちゃんと伝えてあげないと伝え方が間違ってしまったらもったいないじゃないですかだからその親御さんが思っていることを代弁するではないですけどそうやって話をすると「そっか」って。って言ってすごいリアクション冷たかったりするんだよへえみたいな「いやいや先生ら前だからそんなこと言ってるだけだし」とか普通も言われるんですけどでも変わるんですやっぱり。 でそれは逆もそうで、例えば子供から話を聞いたときに、これさなん親にあのなん、お母さんとかに話していいって、もちろんあれ全部話さないから大丈夫だよみたいなこと言いますけど、でも話をして、もう別にいいよって、先生嫌がる子もいますけど、いいじゃんって、ちょっとでちょっとみたいなこと言って話をするんですよ。で、やっぱりお子さんは喜ばれますよね。うん。で、それが今回のサブテーマで書いてる、つなげておきたい思いがあるっていうところなんですけど、なんか、 まあ、自分もま,あまだねほんと新米パパですし子育て始めて2年しかね約2年しか経ってないですけどもったいないなってすごい思うもったいないなって思うしその思ってることを伝えることの難しさも日々実感してきたしだからこそ架け橋ではないんですけど親御さんとそして子供たちをつなげてあげれたらちょっと違うと思っててでちょっとちょっと変わったご家族をいっぱい見てきたからそれで。そう だからのでなんで今回この話をしたかっていうとぜひその親御さんでね例えば自分の子育てが間違ってたのかとかいろいろねこう不安にそういう相談が多かったんです今回多かったんででもそうやって思われてる方もね多くいらっしゃると思うんですけどもちろんあの本当になんだろ親としては心配なことも分かった上で失礼を生じた上で話をしてますがあの教育も子育ても答えって絶対ないと思うんですよベストはない。 だから自分がベターだとより良いものだと信じて変えてやっていくしかないと思うんですねで自分も息子を今ミニなちゃをね育ててますけどこう日々迷いながらというか <laughs> ねああ失敗したなとか感情的になっちゃったなとかいっぱいあります反省しながらですけど本当にでも自分が今ベストベターだといいものだってこれだって思うことを信じてやっていった先に必ず何か伝わるものがあるのかなと思っているので ぜひあの迷われる気持ちはすごくわかるんですがあの自分が信じたものをやってたらいいのかなと思います。でできる限り思ってることは口に出した方が特にいい方の気持ちは口に出してあげるといいのかなと思います。どうしても嫌な方が口に出てしまうので子供に対しては、はい。とは思います。であのー これはですね、まあ、小学生、中学生、高校生自分の,あの個別指導塾は小中高まで全部小1から高3まで教えてたんでいろんなこと接してきましたけどあの親御さんが思うほど子供たちって弱くないんですよ。で親御さんたちが思うほど子供たちって思う以上に子供たちって親のこと見てるんですごく特に反抗してる子に限ってよく見てます親のことなので、 よく見てるからこそごまかさずに思ってることを伝えてあげてそしていい方の面もしっかり伝えてあげるといいのかなと思っておりますそして逆に、えっと、子供たちのみんなね、えっと、学生のみんなぜひですね、あのー、信じてもらえないかもしれないんですけどほとんどの親御さんが基本的にはもう愛してます愛が前提にあるからそうでも家に帰るとねもう口うるさく言われたりとか理不尽なこと言われたりとかあるんだよ実際私言われるくらいに私なんで怒られてんのみたいな ママが悪いいんじゃみたいなことは絶対あるそうでも前提でやっぱ分かっててほしいのが愛があるっていうこととあとは親っていうか大人は完璧じゃないんで大人もいっぱい悩みながら生きてるそしてそれは親御さんもそうねなのでそれを分かってあげてって言ったら失礼だけど分かってあげてください完璧じゃないからでもその迷いながらいいのかなこれでいいのかな合ってんのかなって日々思いながらそれでも一歩一歩前に進んで 子育ててとととあ家のことをやってくれたりしてるわけお父さんだったら仕事をしてくれてるわけなので、うん、それをね、ぜひ分かっておいてほしいなと思います。そして、さっきね、あのお父さん、お母さんに対しても言ったように、もし、ちょっとできるんだったら、あのね、子供の方がきついのは分かってんだよ。本心伝えるのきついのは分かってんだけど、ちょっと、こう、素直な気持ちとか、いい方の気持ちだよ。嫌いとか、うざいとか、そっちじゃないよ。じゃなくて、ありがとうとか、感謝してるとか、ね、そういう気持ちを伝える。 ようにしてもららえたらなと思いますでそのチャンスっていうのはやっぱり大きな節目って言いやすいんですよ。でそれが例えば卒業を迎える子受験生だったら受験が終わった時とか語学が出た時ね、まあ、不語学も知んないけど受験が終わった時とか学年上がる時でもいいですよねお母さんの誕生日お父さんの誕生日でもいい節目っていう時はすごいチャンスなのでそういったことをたまに伝えたいでこと口に出すのがきつければ手紙とかでもいいと思うので。 そういういのをしていってっくれたらなと思っておりますそれがまあ今回ね言葉にする大切だとそんな感じで喋らせてもらいましたなのであの今年今あのなんだっけ、えー、と卒業記念動画をね以前ちょっと告知させてもらってまたちょっとまだ次日があるんでまたあの追って告知は後でやりますけどそれに、えー、と親御さん保護者の方から集める意見を入れたのはそこに一応狙いというか、えー、と希望がありますはい あの子どもたち身近な人へのありがとうは去年も本当親御さんへの気持ちもたくさんあってすごくあの保護者の方から好評というか嬉しかったです自分の子どもじゃないんですけど嬉しかったですっていう意見をたくさんいただいたので是非今度はじゃあえっと一方通行ではなくって親御さんからの思いも子どもたちに届けられたなと思っていますのであの卒業記念動画の方ね特に親御さんのはあの受験生の親御さんで以外でもあの参加を受け付けておりますので。 ぜひあのご参加いただけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。では、この辺で締めさせていただきましょう。今回は、ハイチのダラダラジオ第72回テーマ、親の思い、子の思いとして喋らせていただきました、えー。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回は何でしょうかわかりません。えっとね、早くね、あのー、東京の仕事の告知とかしたいんですけど、あとは、ちょっとですね、 あることを考えておりまして、ちょっと形にできそうやったらまた告知をしようと思います。あの、近々、もしかしたら何かしらの変化が起きるかもしれませんので、まあ、あの、片隅、頭の片隅で <laughs>、楽しみにまた行ってもらえたらなと思います。では、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。